マルサンホビー動画チャンネルです。7月18日入荷の、新製品、再入荷品の、ご案内です。本日は青島の、スケールモデルを中心に、ミリタリーや、部材などの再生産品なども入っておりますので、ぜひご覧ください。まずこちらが青島の新製品になります。こちらは、スナップキットのラクプラシリーズで、とうとう24分の1スケールが発売になりました。こちらは、日産スカイライン、HT の、2000GTR 1970年代シルバーになります。こちらのモデルは、以前32分の1スケールで、ラクプラというシリーズが出てまして、部品点数が少なく、組み立ても接着剤を使わないで作れる、プラモデルが出てたんですけれども、ようやくこれの24分の1版が発売になりました。で、第1弾を記念しまして、こちらのスカイラインの、2000GTR の発売になります。で、こちらのモデルですね、接着剤不要で、塗装不要で組み立てられるキットになっております。内装の方も、こういった、ラクプラの、方と同じように、こう、折りたたまれたパネルを、組み立て、立てることにより、個室内を再現できます。で、今度の、モデルはちゃんと、ステアリングも切れるようになってます。そして、グリルやバンパーなどのエッチングパーツ。あと、こちら、車高の方が、ノーマル車高とローダウン、車高。これが選べるようになってます。あと、シールとかが入ってまして、これで窓枠とかが再現できるようになってます。そして、組み立て終わると、このような、状態になります。で、中のキットを、見ていきますと、このようになってまして、まずこちらには、この窓の、透明部品が入ってます。で、こちらには、タイヤとタイヤを止めるポリキャップ、で、グリルやバンパー、あと、ワイパーなどの、メッキ部品が入ってます。で、こちらの方には、ボンネットとか、このリアスポイラー、あと、ホイール、オーバーフェンダー、あと、足回りの部品などが入っています。多分、このボンネット別にしてるってことは、何かいろいろ、考えてるんだと思います。でこちらの方が、ボディになります。こちらの方が、一応色を塗らなくても、こういう成形色で、シルバーの、モデルになってます。さらに、これに、クリアのスプレーをかければ、さらにツヤツヤになりますので、そういったスプレー塗装が、できる方でしたら、そちらの方もチャレンジしてみてください。でこちらの方が、まず室内の部品になってまして、これが先ほど言ったように、この4つの壁がもうこういう風に繋がってまして、これをパンパンと箱状に組み立てていくと室内ができます。で、それにはちゃんとこのシートもつけまして、で、このダッシュボードのところにはハンドルなどもつけます。あとは、こういったクリア部品ですね。あとテールレンズのクリア部品。あとこちらには、シャーシが入っています。で、こちらが、あとは、ちょっと中がちょっと見えない、ちょっと袋入っちゃってるんですけど、初回限定の場合は、展示台のこのペーパークラフトの方が入ってますので、作った後は、これのところで、車を飾っておくと、より出来栄えが映えると思います。そして、あとこちらが、シールの方になってまして、こういった、窓枠ですね、塗らなくても、こういった細かい部分は全部シールで、再現ができるようになってます。で、次にご紹介しますのも、同じシリーズですが、こちらの方は、同じ24分の1のラクプラシリーズの、スカイライン HT2000GTR の1971年。これはホワイトバージョンになってます。こちらは先ほどの、シルバーのモデルの、このボディ色が、ホワイトになっているものになります。で、こちらも先ほどと同じように、接着剤不要、塗装不要で組み立てられまして、で室内はこう箱状に組み立てればできます。で、ステアリングは切れます。で、メッキ部品も入っているので、非常にきらびやかです。で、車高はノーマル車高と、ローダウン車高が選べます。で、窓枠など細かいところはシールで再現できます。で、組み立て終わると、このような、状態で出来上がります。で、中の部品はこちらになります。こちらの方も、まず同じように、この、まずボディですね。これがもう成形色が白になってます。そして、この部分にこのオーバーフェンダーなどを貼っていくようになります。ちょっとこれもですね、スプレー塗装なんかにちょっと、自信がある方でしたら、クリアのスプレーをかけるとさらにツヤツヤになります。でこちらが、窓の、透明部品です。でこちらがタイヤと、メッキの部品で、フロントグリルやバンパー、ワイパーなど、そういった部品が入ってます。でこちらにはボンネットとリアスポイラー、そしてこのオーバーフェンダーの部品やホイール、あと足回りやこのハンドルなどの部品も入っています。でこちらの方が、内装部品やシャーシが入ってまして、で内装の部分はこの板の部分を折り曲げて箱状にしていくだけで作れます。で、シートがついてまして、あとテールレンズなどのこのライト用のクリアーパーツがついています。
ちょっとこちらの方もですね、中ちょっと開けられないんですけど、こちらの方に展示用のペーパークラフトが入ってますので、組み立てた後はぜひこれを上で飾ってください。あと、こちらの方が、窓枠などの細かい部分のシールになりますので、これだけ貼るだけでもう車の塗装はもうほぼ完璧に仕上がります。こちらの24分の1、ラクプラシリーズのスカイライン 2000GTR は各税込み、3740円です。で次に、ご紹介しますのは、こちらになります。こちらも青島の新製品です。こちらはリバティウォークシリーズの LB ワークスランボルギーニムルシェラゴの、バージョン 2.0 になります。こちらのモデルは人気の LB ワークスの、シリーズになってまして、この、大きく張り出した、オーバーフェンダー、あと、各種エアロ部品などの非常にスタイリッシュな車のプラモデルシリーズになっています。で一番いいのはこの、オーバーフェンダーがですね、もうこのシリーズのタイプのはもう最初から取り付けがされてますので、自分で加工することがありません。でこちらの方がメーカーで組み立てした完成写真です。でこちらの、モデルはですね、組み立てた後も車高やキャンバー角などが変えられるように、できています。そして中に入っている、プラパーツがこちらになります。まずこちらですね、こちらの方が、まず車体になります。車体の方も、これを色を塗らなくても作れるようにですね、最初からこのメタリックグリーン のカラーリングになってます。さらにはこちらの先ほど言いましたように、ちょっとオーバーフェンダーがもともと成形されています。そして、こちらが、窓など の透明部品が入ってまして、でこちらにはライトの内側に使う、メッキパーツです。でこういったエアロ部品ですね、ウィングとかリアスポイラーなどが入ってまして、この辺にもサイドの、エアロパーツなどが入っています。でこちらも同じく、エアロパーツと、あと車体につける、部品などがついています。そしてこちらには、ホイールとかこのブレーキディスク、あとこの、ボディにつける、パーツ系や、あとエンジンのところの部品なども入っています。でこちらにはシャーシ、あとは内装部品ですね、ハンドルとか、インパネなどが入ってまして、でこちらには、車高調を調整するための部品がここに入ってます。あとはテールレンズや、あとウインカーの、クリアパーツが入ってまして、でこちらの方がゴムタイヤとホイールの中に入れる、ポリキャップがあります。そしてこちらがシールの方になるんですけれども、この色を塗らないで組み立てられる方用に普通のノリのついたシールと、あと、ちゃんと色を塗って作りたいお客さん用に水転写式のデカールも入ってます。でこちらの LB ワークスシリーズの、まずもう一つの特徴としてはこちらの説明書になります。こちらの説明書ではですね、なんとこの全部この、見ていきますと、カラーで作ってあります。でこちらの方がまずこの色を塗らないで組み立てるお客さん用になってまして、外枠のこの部分のシールは全部ここで貼っていくように指示が入ってあります。そしてこの、シャーシの方にはこの車高調が変えられる足回り部品を作っていきまして、そしてこちらの方が逆側ですね。でホイールを組み立ててタイヤを取り付けます。でこの内装部品を取り付けていきまして、ここでリアタイヤをつけます。でシートや、あとインパネの部分、あと、ドアやこの、インパネの部分つけてきまして、でボディの方の余計パーツを取り、ライト類を作ります。でボディのこのエアロパーツなどをつけていきまして、でこれ窓の部分の枠のシールですね、これをこういう風に貼ります。そしてボディーパーツに部品をつけていき、でエンジンをつけます。こうやってテールレンズの部分をつけていき、でシャーシとボディをセットして、あとこの後ろのディフューザーやリアウィングや、あとエンジンカバーをつけていきます。でこちらは今度色を塗るお客様用になってまして、こちらには使う色が書いてあります。でこういうふうに細かく、ここには何色を使いますよって書いてありますから、これを見ながら塗っていきまして、先ほどのこの色を塗らないお客さん用の、組み立て手順の方で組み立てていきます。あとこれが部品展開図です。こちらは税込み、6600円です。次にご紹介しますのはこちらになります。こちらは価格改正 のリニューアル品になってまして、青島の、トヨタクラウン のパトロールカーの、交通取締り用の、16年仕様です。こちらの方は、よく出てますパトカーシリーズになってるんですけれども、それのまたクラウンの、モデルをちょっと再リニューアルしたものになります。でこちらの方がメーカーで組み立て塗装した写真です。そして中に入っている部品がこちらになります。
で、こちらの方にはこのメッキのグリルやあとライトの内側のこの部品が入ってます。で、こちらがこの窓枠やライトレンズの部分のクリア部品です。で、こちらにもメッキ部品とあとこのバンパーの部分やあと内装部品あとボンネットなどが入ってます。で、こちらにはホイールや、まあ、こちらにもメッキパーツ、あとこの、ドアミラーなどが入ってまして、こちらには内装のドアの内側の部品やダッシュボードなどが入ってます。こちらはクリア、レッドのパーツや、こちらにもメッキ部品、あとこのマフラー部品やシートとか内装の部品が入ってます。で、こちらが、ボディの方ですね。こちらちょっとバンパーとかもちょっと外された状態になってます。こちらがパトランプとかこのパトカーに使 う, こう装備品などの部品が入ってます。で、こちらは、ゴムタイヤと、シャーシあと足回りの部品が入ってます。そしてこちらには水転車シールとあと、窓枠用 の, マスキングシールが入ってます。で、こちらの、クラウンのモデルの方は税込み、4180円です。で、こちらの方ですね。こちらも青島の価格改正 の, 商品になりまして、24分の1のトヨタクラウンパトロールカーのケーラー用の、16年仕様です、こちらのモデルは先ほどと違いまして、ちょっとまたこの、パトラントのところにこのエアロのこうカバーがついたタイプの、モデルになってます。で、こちらが組み立てた、写真になってまして、でこちらの、パトライトの方がこう上がった状態を再現できるようになってます。で、こちらの、キットの方はですね、中の部品が、こちらになります。こちらにもまず、こういったクリア部品や足回りの部品あと内装部品ですね、ドアの内側とか、ダッシュボードなどが入ってます。で、こちらには窓やライト系のクリア部品、あとこちらにはパトランプやあとこの警察車両に使う装備パーツがついてます。こちらにはライト周りの、メッキ部品や、バンパーなどの部品とボンネット、グリルなどが入ってます。で、こちらの方には同じくこの、グリルのメッキの方の部品とテール部品、あと内装の、部品とシートが入ってます。で、こちらの方がボディです。ボディの方はちょっとボンネットとバンパーの方がついてない状態です。で、こちらにもメッキのグリルが入ってます。で、こちらにはホイールとまたこのパトランプの部分の赤色灯やあとこの上のこのパトランプが乗るカバーのところがついてます。で、こちらにはゴムタイヤ、シャーシあと足回りの部品がついてます。で、こちらが水転車シールとあと窓枠用のこうマスキングシールが入ってまして、こちらも価格が税込み4180円です。で、こちらは、青島の32分の1スケールザ・スナップキットラクプラシリーズのイニシャル D の、匠の八毒です。こちらは漫画やアニメで大人気 の, イニシャル D で主人公 の, 藤原匠がこう、借ります八毒のこのパンダトレノ の, プラモデルです。で、こちらがメーカーで組み立てした完成写真です。で、中の、部品がこちらになります。まずこういったボディの方はこう白い成型食品になってます。そしてこのライト類のこのメッキパーツ、あと、窓の透明パーツ、あとこの辺がこれがライトのカバーの部分と、あとホイールやハンドルの、部品です。で、こちらが、ホイールの部品で、これが RS 渡辺になってます。で、こちらもこうテールやヘッドライトの透明部品と、あとこちらの方にはまた黒このバンパーなどのこの黒い部品が入ってます。で、こちらがシャーシとあと、内装の部品で、これ内装の部品はこの、板状になっているものを箱組みして作ります。そしてこの白黒のこのパンダトレノを再現するにはこのシールを貼っていくようになりまして、あとこの窓枠などの細かい部分もこうシールで貼ります。あとこの、車体の横に貼るこの藤原豆腐店のシールも入ってます。で、こちらの方ですね、組み立てますと一応このような、まあ、状態になるんですけれども、これはちょっとですね、もう最初初回限定の時にこういったジオラマ用のこの、ペーパークラフトが入ってまして、一応これがその先ほどのこのトレノですね、これ組み立てた状態で、こっちは高橋圭介がこう乗ってる方の、まあ、セブンなんですけども、ちょっとこういう風にペーパークラフトジオラマで、まあ、その、第
はい、一番最初のこの、対決シーンをちょっとこの、モデル化した、感じになってます。ちょっとこうね、またイニシャル D のシリーズがね、新しく出ますと、こういったペーパークラフト入ってますので、ぜひこういったのを活用して、あの、こう、ジオラマ風に再現してみてください。で、こちらの、あの、イニシャル D の、匠の86は、税込み、2200円です。次に、ご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方もあの再入荷品です。こちらはあのザ・チューンドパーツの、24分の1スケールの BBS の、 あの LM20 インチのホイールとタイヤセットです。こちらの方は価格が税込み、1100円です。こちらの方はあのこうお手持ち の、 あの車 の、 この足回りを引き立てる、チューンドパーツシリーズになってます。まあ、こちらの方にはあのこの、いったホイールですね。それとそれに合わせたタイヤ。あとこういった水転車あのシールが入ってます。で、あと、同じく、こちらも、ザ・チューンドパーツの、24分の1ワーク、シュワートの SC4 の、20インチの、ホイールタイヤのセットになってます。こちらの方も、あの、こう、車の足回りを、こう、こう、引き締めるための部品になってまして、こちらの方も中には、あの、この、ホイールパーツと、あと、これ用の、20インチの、あの、ゴムタイヤですね。あと、それと、この水転車、シールが入ってます。で次にご紹介しますのは、こちらの方は、あの、こう、偽装パーツが、こう、新しくなって発売になってます。こちらが、青島の700分の1ウォーターラインシリーズの日本海軍の駆逐艦の、冬月です。こちらは価格が、1760円です。で、こちらがメーカーで組み立て完成させた、あの、写真です。で、中に入ってますキットがこちらです。まずこういった、あの、偽装パーツですね。こちらの方が、あの、一新されまして、スライド金型を使うことによって、よりモールドが細かく、できるようになってます。で、方針や重心、そういったのも、以前のモデルから比べれば、さらに細くなって、あの、こう、リアリティが増しています。で、次に、こちらの方ですね。こういった細かい、これも偽装品になってますけれども、こういったあの、サーチライト類は、あの、こう、透明パーツで再現されてますので、あの、塗り方を気をつければ、ちゃんとこの、ライトのレンズを透明に残すこともできます。あとこの、ボートとかはあの中のこの、モールドなどが非常に増えてますし、あの物によってはあの艦載機などもついているものはあの飛行機のあのパネルラインなども増えてます。さらには今度このボートダービットなども、セットされてます。あとこちらの方にはまあ、船体の部品ですね。あのこう上の部分とあと船底の部分、あと環境など、その他の、部品が入っています。でこちらの方にはあのまあ水転車シールと一応塗り分けのこのあのこうカラーチャートが入ってます。で次にご紹介しますのもこちらもあの偽装パーツが、更新された新製品になります。こちらはあの日本海軍の潜水艦のイノ19です。こちらの方は、価格が、税込み、1980円です。でこちらがあのメーカーであの組み立て塗装した完成写真になってます。でこちらの方の部品がまず、ありまして、まあ、船体の部品ですね。そちらと、あとこういったあの、まあ、艦載機もあのついてます。艦載機の方は非常にこのまたモールドがあの増えた、あの、こう、モデルになってます。で、こちらの方にもあの偽装パーツなどが入ってまして、その、偽装パーツがあの最新になってますから、あの、ディテールやあのこのパーツが非常にシャープにできています。あとこちらにもあのこの船体などの、部品が入ってます。あとこちらに、よいしょ。こちらにあの水転車シールと、あとカラーチャートシートが入ってます。あと、こちらの方も青島の、偽装パーツリニューアルの新製品になります。こちらの方は日本海軍の、工作艦明石です。こちらの方はですね、あの、こう、負傷しました、艦船などの、修理などに使っています、船になります。でこちらが、メーカーで組み立てした完成品の写真です。こういった、環境やクレーン、その他の部品が、こう、非常に、こう、精密に作られているキットです。で中の部品が、こちらです。まずこちらの方にはクレーンや船体の部品、あと甲板の部品などが入ってます。でこちらの方にはあのその新偽装パーツでこの、サーチライトやボート、あとボートダービット、まあ、機銃などの、部品が入ってます。でこちらの方にもあのこのボートの部品が入ってまして、でこちらには茶色い成形色の甲板などが入ってます。でこちらにはさらにスライド金型を使いました、こういった機銃関係の部品や、この大型の、飛行機、あとこちらには環境などの、パーツが入ってます。でこちらにはあの水転車シールやカラーチャート、であとこちらが、下に入れる重りが入ってまして、でこちらの方が、税込み3630円です。
こちらはあのファインモールドとあの鳥山明先生があのコラボレーションしましたあの商品になります。12分の1スケールハテナの、こちらが湾岸戦争のアメリカ陸軍女性兵士サンディとあと、M16A2 のアサルトライフルです。こちらの、モデルはですね、鳥山明先生がこう描いたこの、キャラクターにあの本当にこう12分の1スケールでしっかりこう再現されましたあのこう重火器がついたセットになってます。こちら鳥山明先生のこの、イラストはですね、あのちょっとディフォルメチックなんですけども、なんかこうありえそうなこの本当のこの、人物の等身大のように見えるこの、デザインがあの特徴になってます。一応こちらの方にですね、あの裏にこの、鳥山明氏のその、こういったコメントなども、書かれていまして、で中に入っている、部品の方がこちらになります。あのこちらの方がですね、プラパーツになってまして、体とか、まあ、手の部品、あと、装備品のですね、この M16 のライフルなどが入ってまして、まあ、これを組み立てていってからあの色をつけていくようになります。でこちらの方はですね、こういったあの八角形のこの、スタンドがつい、展示ベースがついてますので、作った後はこちらの方に、こう置いておいてあの飾ることができます。一応ちょっとね、あのキャラクターは違いますけれども、一応こちらの方があの以前こう組み立てたあのモデルになってますけれども、こういったあの、感じでして、で重機の方はこれちゃんと12分の1スケールであのこう寸法が出してありまして、それをこういったあのこうキャラクターのフィギュアが持ってるんですけども、ちょっと全然ねこの、まあ鳥山明風にあの作ってある、イラストから再現してますけども、あのちょっとリアルとディフォルメの中間的な感じなんですけども、全然こうデザイン的にこう破綻してないあのこう絶妙なこのバランスの、 あのこうフィギュアの、イラストになってます。そして同じくこちらの方がですね、あのファインモールド の、 あの12分の1ハテナの、第二次世界大戦のドイツ国防、軍歩兵のマイヤー上等兵と MG34 機関銃のセットです。こちらの方もあのこの少しあのこうディフォルメに近いあのこうキャラクターと、あの12分の1スケールでちゃんと採寸しました MG34 の、機関銃がついている、組み立てキットです。でこちらの方も中に入っている部品があのこのような状態になってまして、まあ、あの部品がですね、あの胴体や足手、頭部、あとあのこの、武装の MG34 の機関銃などが入ってまして、でこちらを飾るためのこういったベースがついています。そして次に、こちらの方がですね、同じくファインモールドの12分の1ハテナの、陸上自衛隊普通科隊員の、ウノや、3層の、プラモデルキットです。こちらのシリーズはすべて税込み、2860円になります。こちらの方もあの少しこうリフォルメとリアル の、 あのこう中間のようなあのこうキャラクターに12分の1スケールでちゃんとこう採寸しました64式小銃がセットされているプラモデルキットです。でこちらの方も、パーツの方がこのようになってまして、まずこの足の部品や胴体の部品、あと頭部、あと腕などがついてまして、こちらの、まあ、もう一つのランナーの方にはあの、64式小銃やあの装備品などが入ってます。でこちらをあのこう展示するためのこのベースの方が入っています。で次に、ご紹介しますのはこちらの方ですね。こちらが、RS モデルの、48分の1スケール川崎機61、飛燕2型回の、限定バージョンになってます。こちらは、価格が、1560円。でこちらの方が中に入っている部品になってまして、ちょっとこれ一袋で全部まとまってますけれども、まあ、このキャノピーの部分ですね、これが3分割になってます。あとこの主翼の部分の上と下がありまして、あの垂直尾翼やあと細かいあのこうパーツが入ってます。でこの中の方のにはあの、機体本体の部品などが入っており、こちらにはあの水転車あのシールが入っています。で次にご紹介しますのが、こちらのモデルですね。こちらの方があの AK モデルの35分の1のブロイヤー4型の、入れ替え機関車です。こちらのモデルはちょっとここの部分だけ の、 あのプラモデルキットになっておりまして、凸型の非常に小型の、こう機関車が、プラモデル化されているものになります。でちょっとこの、こちらがイラストですけど、こんなような感じです。もう本当にここにあの人が乗るんですけども、人が乗るだけのスペースとここに車輪がついて、これであの貨車とかをこう入れ替えするためにこう運用するあのこう機関車になってます。で中の、プラモデルキットが、こちらになります。でこちらの方は価格が9680円になってます。でこの辺があのこう窓などに使う透明部品が入ってまして、これも同じような、ランナーが2枚入ってます。でこちらの方が多分車体の部分ですね。でこれであの横のこの、まあ、これが屋根だと思います。であと、
小さい、こう部品や、この辺がレールですね、が入ってまして、で、ここに、こう機関紙の、こうフィギュアが入ってます。まあ、それ以外はちょっと全部一袋でこうまとまって入ってるんですけれども、機関部の部分や、あと車輪や、細かい、こう部品ですね。すごいちょっと部品たくさん入ってますね。これちっちゃいプラモデルの割には。で、ここのところに操縦台の部分の、こう壁面のパーツなどが入っています。そして、次にご紹介しますのが、こちらですね。こちらは、クレオスの、まあ、ミスター簡易塗装ブースになります。こちら価格が2750円です。こちらの方は、この、段ボール箱のところに、この中にハニカムの、この、板を、セットしました簡易型の、塗装ブースになってます。普通の塗装ブースみたいに、ちょっとファンがついて、こう、こう、粉塵や、まあ、匂いを外に出すっていうタイプではないんですけれども、この、ハニカム構造と中にちょっとこう奥行きがあるんですけども、これによって、粉塵のこの、飛び切りをできるだけこう防ぐようにできてますので、ちょっとなかなかファンまでつけて外にこう出すっていうことができないお客様もいらっしゃいますので、そういう方向けで、こう出してます、商品になります。で、こちらの方なんですけれども、一応まあ簡単なこの、段ボールの組み立て式になってまして、それで、あと、もう一つの特徴としては、こちらの方のクリオスの方にから出てます、簡易塗装、ごめんなさい、塗装ブースのシロッコファンをですね、取り付けることによって、ちゃんとこの、ファンによる、こう、排気ができるようにも、改造ができるようになってますので、まあ別にこれがなくても、何かこう、吸引できる、こういう装置があれば、これに取り付けて、ちゃんと今度は、こう、吸引できる塗装ブースとして、使うこともできますので、その辺はちょっとこう、うまく、こう、考えて、改造してみてください。で、次に、ご紹介しますのが、こちらの方がですね、エアテックス社の、エアブラシになりまして、こちらが、エアブラシビューティーフォーコスモの 0.3 ミリ仕様の、こう、ブルーになります。こちらの方の特徴としては、このボディの方がアルミ製で、非常に軽量化になってます。さらに、この非常に今までのエアブラシから比べますと、細い、こう仕様になってますので、まあ、まあ、コンパクトで軽量というのが一つの魅力です。そして、中のこのカップの部分ですね、こちらの方が、まあ、7cc 入ってますので、まあ、非常にまあ標準的な、0.3 ミリ口径のエアブラシになってます。こういったまあエアテックス社製のエアブラシも、こう、扱いがありますので、ぜひ、何か興味がある方があれば、またご注文いただければと思います。で、こちらの方は、価格の方が税込み、12,100 円です。で、次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方が、下村アレックの新製品になります。こちらが、凸型ミニウェイト、凸になります。こちらのモデルはですね、このちょっとちっちゃい、こう、凸型しました、こう、金属の塊です。で、これで何をするかというと、こういった何かこう金属でも、まあいろいろ部品があるんですけど、これのピン打ちしたりとか、あとこういったエッキングパーツとかですね、こういうのをこう、押し当てて折り曲げたりするということができます。さらには、これがですね、ちっちゃい割には割と重量がありますので、こういろいろな、使い道があります。まずちょっとここの辺にね、一例があるんですけども、まあ押さえたり、支えたり、あとこの、まあ2個あれば挟み込んだり、で、重しとして使ったり、まあ先ほどのような叩き台ですね。で、曲げたりするときのアンビル代わりにしたりとか、あとこの、金床のこの、代わりに使ったりとか、まあ、この、なんていうんですかね、こう形をうまく使って縦横で、こう、なんか、こう、工作するのに使えたりとか、あと、パーツ接着のときの、支えとして使ったりと、まあ、幅広く使えますので、まあ、この辺もいろいろね、作られる方は、工夫されると思いますので、ぜひこういったちょっと変わった、アイテムも出てますから、ご利用になってみてください。こちらは価格の方が税込み、1760円です。以上が本日入荷しました商品になりますので、お客様のご来店お待ちしております。入荷しました商品はどんどん、ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。